私も紹介しますね。はい、お願いします。ラジオネームヤスピーさんからいただきました。ありがとうございます。須田ちゃん、マスミン、おはもも。おはもも。マスミン演じるスメラギ天女様は天界から桃子たちや天女隊を見守る立ち位置ですが、うん、スタジオでのマスミンはどのような立ち位置なんでしょうか。うん、スメラギ天女様のように温かく全体を見守っているのでしょうか。マスミンから見たアフレコ時のスタジオの雰囲気や裏話などを教えていただきたいです。おー、あ、聞きたい。あー、なるほど。そうですね、マスミンさん目線の、はい、聞きたいです。私はでもね、アフレコ中はネタを集めるためにみんなにインタビューしてました。うん、そうですね、してた。もう見てます。そうだよね、そうだよね。だからまず男性声優たちに、はい、BL あるあるとか、はい、ダミーヘッドマイクあるあるとかを毎週聞き、はい、まああとは結構待ち時間があったりするから、はい、ブースの外とかでこう、うんうん、いろんなこう役者さんたちとなんかあるあるの話を、うん、ツイッターあるあるとか、あ、はいはい、そうそうそう。この間はね、心霊写真の話とかをしました。まあ、心霊写真、そう、映ったりするんですか。そう、なんかね、映ってたことがあるみたいな話をしてる人がいて、マジでみたいな話とかを、この間張さんにまで手出してたんですよ、まさみさん。そうそうそう、張さんはびっくりしました。なんかふとこうスッて横を見たら張さんの隣にスススススってきて、張さん、私今声優あるあるを集めてるんですけどって言って、もうなかなか聞けない話なのはよくわかりますが、うん、もう隣で見てた私は、うん、張さん逃げてーってなりました。張さん逃げてそうなんですよ。もういい方だから何何って言いながらいろいろ教えてくださって、ありがとうございます、ネタをいただきましたにこやかにね対応されてて。そうそう、そうなんですよ。まあ、そんな逃げた方がいいと思いましたまあでもすごく楽しい雰囲気でアフレコしてますよね。はい、ぜひギャラを皆さんに分け与えてあげてくださいだ、ね、話のね、ありがとうだよね、ありがとうだよ、ぜひあげてください。片乳でも見せようかな物理そういうこと。そうですね、はい、桃の差し入れ、桃の差し入れ、私の桃でいいです。姉さん、ここに常に肌色の桃がついてるんですけど、姉さん、はい、姉さん、まあ、ね、なんていうかうまいこと言ったようで卑猥はい、たくさんのお便りありがとうございました。引き続きアニメや原作の感想、ラジオの感想、普通のお便りなどお待ちしております。